すみません、NHK です。よろしくお願いします。今、今日の気持ちとしては、感無量ですっていう、言葉もありませんっていうことを今、文字盤で読み取りました。参議院選挙において、同じ厳しい状況を抱える障害者の仲間や、またその支援者の方々、そして私のことを知っていただいた多くの国民の皆様から温かい支援をいただきまして、ありがとうございました。今回の奇跡は私だけの奇跡ではなく、私の命と生活をバトンリレーのように支えてくれた多くのボランティアや介護者の人たち、そして皆さんが起こしてくれた奇跡だと思います。